森川さんのサンプレを買いに、うん、誕生日いつなんです。誕生日いつなんです。11月。どうしたらいいんだよ。迷った。そう。買ってきたの？仕事じゃないの？はい、到着みおちゃん物語。何その物語。恥ずかしい。本日の動画は何ですか？本日の動画は、社長と買い物行っちゃったよ。ちげえだろって。ちげえだろ。ちゃんと説明してください。今日は、うん、ちょっとあの堀川さんのサンプレを買いに、うん、誕生日いつなんです。誕生日いつなんです。11月。11月？11月。11月の？13。13、はい、視聴者の皆さん、女性側の皆さん、ダメです。誕生日プレゼント、ダメです。会社まで送ってあげてください。私がもらいます。ありがとうございます。ゴルフのなんかバッグとかいいんじゃない？あのカートバッグですと、ちっちゃな、まあ、こういうポーチみたいなやつだな。確かに、だってもうあの人タバコに、財布に、携帯に、ボールにっていっぱい持たなきゃいけないから、ね、ゴルフに。ああ、そう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 。ポケットに入れとったらどっか落ちちゃったね。そうそう。で、まあ、行ってさ、お茶とかも飲むし、帰りにご飯とかも行くじゃん。なんか財布とか、そうそう、ね、桃の結構多いから、ティーとかいろいろ持たない。玉、ボール、財布、携帯で、レーザースコープがあったら、レーザースコープ、それはない、手袋、うん、でも結構いろいろいるじゃん。それを買ってあげようと。そうそうそう。欲しいものないって言われたから。予算とかあるの？ない。別になんかもう、特別高すぎず安すぎずで、うんうん、ね、なんか翔さんに似合うのがあればいいかなと、うんうん、思っております。あ、これも結構可愛いな。これ何？あ、ね、また違うブランドね。これもあるじゃん。カートバッグ。なんかもう何がいいかが分からん。もう頭がしない。バッグ見。バッグじゃなくこれある。いや、俺後ろから撮ってあげたいな。超サンタさんじゃなくない？でもなんかサイズ感がめちゃくちゃいいけど。これはいい。これめっちゃいい、このサイズ。ユウが欲しい、このサイズ。いや、俺このサイズいいけどな。これまた欲しい。これそんな大きくなくていいの？いや、このトゲトゲのやつ可愛くね？あれ？あれちょっとトゲトゲのやつなの？あれ、これ欲しいか。このサイズ感めちゃくちゃ可愛いけどな。可愛い。このサイズだったら大きすぎず。ちょっと持って。これいいな。中も多分いっぱい入る。え？中もいっぱい入る。これいいな。これぐらいでいいもんね。うん、いいか。これはあなたがお買い上げ。これ野球メーカー？俺も初めてだ。ビ・テラピー。ちょっとムーズ。あ、この靴可愛い。そうから、うん？ムータ最後かな、おすすめだよ俺。これ可愛くね？靴。靴可愛い。これやっぱみんなジョーカラ好きやん、みたいなことばかりしてるけど。やりすぎ？今年はヒョウ柄でただしがあの可愛いやつ着てた。いや、前もかな。毎回ヒョウ柄着てんの私は。あ、本当。だけどあれじゃないの？そういうちっちゃいバッグ以外のプレゼントも考えた方がいいんじゃない？こういうのもいいじゃん。普段も使えるのちょっとしたことで、うん、例えばこういうキャップと。ゴルフすぎてもダメなんだよな。なんで？だってそのゴルフでしか使わないじゃん。ああ、そういうこと。そうあ、それ可愛いじゃん。じゃでかいでかいでかい。じゃだけどこれ多分坂本ちゃん買ったのか。坂本ちゃん違うか。これでもじゃあこれ着替えとか持ってくるめちゃくちゃ可愛いよ。1個にする。うちはだからそのクワト用とかで、だって普段こんなもん取ったらでかすぎて。ああ、そうだね。こんな感じでしょう。確かに確かに。ゴルフすぎる。ああ確かに。そう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 。むずい。むずいね。お前がむずいね。なんでかしら。お前がむずいね。あ？ああ。どうしたらいいんだよ。一番翔さんっぽくない？それは。ああ、まあまあ確かに。無難すぎ？無難でいいんだってあの人。挑戦っていうことが安心しちゃう。そう。こういうのもいいじゃん。やだ、我慢口。やだ。高いよこれ。3万。でもこうやってちょっと高級感な。ちょっとモデル小林で。うん。まあ確かにちょっと高級感あるけど、なんかなんていうの、若者ではない。なんていうの、なんかちょっとお金を持ってるおじさん。そうが強い。おじさんしか強い。こういうの。やだ。全然。うん、全然違う。みおの好きな商品じゃない。うん、みおの好きな商品はこっちかな。
いやでもこれ普通に可愛いもんな。いや違う、うん、なんかちょっと金持ちのおじさん感がすごい。クッション黒もあったの、うん、全部あった青この色だけがなかった。え、その色がやっぱ良くない？翔さん、うん、確かにこれが一番いいでしょ。これにしようかな、うん、ちょっと軍隊っぽいけど、ちょっとなんでそういうこと言うの、なんか心揺らぐやん。どうしようって、メイミーっぽい。これもいいんだね。これもなんか翔さん、色が翔さんっぽいのかな。ベージュって、んベージュってなんか翔さん、うん、そういうことなんか翔さん、ベージュなんか黒とかベージュじゃない、なんかちっちゃくてたっぽいじゃん、それね、1万多いじゃん。向こう行ったら1000円になる。いや、どっちも可愛い。視聴者、お前が持ってるなみたいで、カバン持ってた、カバン持ったの。どっちがいいかな。でもこっちの方がなんか中もさ、あっていい感じ。あ、中があっていい感じ。中入れれるかな。で、あのティーとか全部入れれるやん。そうだ、どっちが可愛い。でも普段使うのはこっちの方がいいかもしれない。え、リカーシブ。あ、何、はい、うん、動いたよ、心が。しかもなんか黒だからこっちで置いてちゃうみたいな。27歳の誕生日プレゼントだったらですか。どっちが可愛いですか。いや、俺こっちの方がまあいいけど、そのプライベートでも持ってほしいものがいいんだって。でもプライベートでこれちょっと持てますよね。持てます、こっちの方が。あ、持てる、はい、こっちより、はい、こっちだとちょっと、うん、まあ、皆さんあのランチバッグみたいな感じ、うん、あー、そうか、感じで女の子だと全然平気なんですけど、あ、まあ、でも別にこれミオが借りてもいいし、裏返して、はい、動かしてみるけど中に絵はついてないでしょ。ついてます。あ、そうなん、はい、裏返して、どうぞ。ちょっとこっちだとシンプルで、あ、いいなぁ、そうなんです、この辺かっこいいのでおすすめです。あ、それいいなぁ、これにしようかな。あ、それ決まりじゃない、うん、それでその値段だったらマジでさ、うん、で、これもついてくるんですよね。そうです、ポーチもついて、うん、それもリバーシブル、それはリバーシブルなの。大変ですね、それめちゃくちゃ。でここにタバコだけだから入れれるしね。あ、いや、だけど本当ゴルフは小物が多いから、ティーとかボールも入れるし、いいと思うよ。これにしようかな、うん、これくらい。これ結構します。これいくわ。はい。い父さん、ちょっと来て。そう、ちょっと来て。早く。急いで来て。何？何これ？2週間かけてサンプルあげるよ。買ってきたの？仕事じゃないの？何が？仕事じゃない。誰が？あんた。私物？今週日曜日ゴルフだからね。だから早めに。で、これゴルフ系。もうそれはもうたら。何？それはもうたら。めっちゃいいよ。
何に使うの？じゃあそこにはなんかいろいろ入れれる。別にタバコ入れてもいいし。タバコの中に紐入れるじゃん。じゃあなんていうの、ここにここにくっつけれる紐があるじゃん。ここにこうやってくっつけれるんだって。そういうこと？そうそうそう。すげえ。しかもそのカバンはリボン縛り。これを取っていいの？黒にもできる。絶対黒の方がいい。いや、ベージュにして。だってこれベージュやん。それもリボン縛りでしょ。違うよ。絶対違うでしょ。ありがとう。いいよ。今週の日曜日使ってきた。うん。それも取らんで。取るってよ、これ。それ取らん方がいい。なんでこれ。この度はお買い上げられるのって書いてあるんだ。いいよ。取るだろ。じゃあ、これ持ってきて、それで。いいよ。全部食う。めっちゃ濃いよ。で、だからなんで黒にしようの。黒の方がいい。黒のちょっとダサいかな。いや、どっちでも可愛いけど。でもこっちの方がいいね。だからこの中に入れたらなんか汚れそうだもんね。まあ確かに。まあその日の気分で変えちゃえばいいじゃん。そんな気分ないよ。なんで？今度持ってきた方がいい。キモ。え、マジでキモ。隠し撮り好きやん。近いし。隠し撮りも何が好きなんだよ。誕生日おめでとう。でもなんか社長の時はその喋ってたんだけどさ、誕生日の時に女の子タンプレいっぱい賞に送ってあげてくださいみたいな言ってたからさ、全部ミオがもらうことにした。その来たタンプレ。え？ありがとう。こんな反応する人初めてだけどね。まずカメラ撮らんといて。プライベートやった家も。え、そうだよ。やめよう。でもこの壁しか映ってないしね。もうはい、もういいし、ね、早く寝たい。もうちょっと喜んでくれてもよかった。ありがとう。もう一回撮り直さんしたらブイーってやるよ。それも分かっとるからやん、カメラを。それは無理でしょ。そりゃそうだ。でも社長と予想してたんだよ。どうやって？え、そうやってなんか例えばこうやってサプライズであげてもショーの反応薄そうだよねって。そしたらやっぱり薄かったみたいな正解だと思って。おばありがとう。ありがとう。何使うかね。え、そうやってカメラ回っとるって分かった瞬間すっごいじゃん。やったー。何に使うかも。めちゃくちゃうざいしないそれ。めっちゃうざいじゃん。え、これ。ありがとうございました。これみんな見てるから、普段のクールな翔さんだと思ってる人は。クールだよ。こんなふざけた人ですって。はい。YouTube、はい、YouTube 久しぶりすぎて分かってないでしょ。そう、まあ、この動画は別にもいいね、もうコメントもいらない。何が欲しいんですか？プレゼント。んでもみよが全部もらうよ。別に俺んちの実家のやつの主婦で、この実家に。プレゼント。じゃあプレゼントがこれ人が来ちゃうかもしれんよ。別にいいよ。別に自分いなくてお母さんとお父さんがうわーってなるだけやんそれ。大丈夫。かわいそう。ここまでじゃあお願いします。誰ですかってなるだけ。また見てねー。急に。ついにおじさんの買い物のターン。うわ、これかわいい。この色かわいくね。そうか、プレゼント。え？何？買ってあげて。買ってあげて。お前より高くなるやん。全然いいよ。それはミオ気にしないから。だってミオの給料とあなたの給料だいぶ違うんだから、そんな当たり前ですよ。気にしません。言って給料じゃないしな。確かに。なんかね、さっきのなんか変わりました？いや、それ向こうにもあったよ、でも。ん？向こうにもあった。いや、あの時はまだ撮影集中。あのグレーのやつ、グレーじゃない、ベージュのやつがめっちゃ可愛かったんだよ。あ、それはない。こっちがあった。これは見てない。こっちがあった。え、でもこれかわいい。これ、このロンティーが。冬のゴルフぐらいでいいね。うん、いいよ。ちょっとでもでかいんじゃない？ダボってなるんじゃない？結構でけえもん。本当？でしょ？これ多分ダボ系だよ。はい。ただここはこうすごいいい感じです。はい。ゆりすぎ
あ、でもいい感じじゃん。今中に来てるからちょっとファツって見えるけど、サイズはそれがいい。その色いいじゃん、しかも買ってこって、うん、かわいい。ちょっと置いといて、他の子に電話しておきますわ。わかりました。もしも今日ダメだったら、もしかしたら本当は来るかもしれない。飯ぐらい食っての間に。わかりました。来るか。わかりました。